ゴングが鳴りました。鳴りました。お、いきなり EF が突っかかりましたね。ああ、奇襲ですね。はい、この李イエフという中国の、そうですね、中国国籍のね、オリジナル女性レスラーは、はい、見た目によらず切れやすいという設定です。いきなり切れちゃったんです、ね、そうですね。この野郎ってね、女子プロレスのね。そうそう。それはちょっと体現するようなレスラーなので、ね。なるほど。いきなりこんな感じでガンガン飛ばします。蹴ってますね。やっぱね、はい、中国女子だけにやってね。そうです。中国拳法、中国武術が得意みたいな、ベタな設定ですよね。なるほど。はい、で、一応、ミスタシモが師匠で、ですね、プロレス教えてるんだけど言うこと聞かなくて、こうやって打撃ばっかやっちゃうっていう。なるほど、荒々しいですね。そうですね、もうめっちゃ切れてめっちゃ顔攻撃してますね。相手がアイドルですからね。あ、ですね。そう、ちょっとね、ひがみ、妬み、やっかみがあるそこは似てるじゃないですか師匠に似てる。顔ばっか攻撃するの似てますね。そうですね、はい、うわー、なおもね、はい、ガンガンいきます。これはね、痛いですよ。はい、リング中央へ。何をする？顔をちょっとずらして、うわー、これはひどいこれはひどいですよ。これはひどいです、ね、アイドルですからね。そうですね、私は、対戦相手は好きじゃないですけど、好きじゃないハリウッドジュリナは、はい、まあ AKB のね、松井ジュリナさんがおお来ましたね。来いよーと。空振りしてましたけどね。来いよって出ましたね。ちょっとね、こんな感じでちょっとガニ股になってたんですそこも忠実に再現してます。なるほど。お、ウルボーでやり返した。やり返しましたね。一撃でね。はい。一応このハリウッドジュリナは、うん、WIP っていう団体でもチャンピオンですから。ねえ、なんか本当にプロレスが好きらしいですね。そうなんですよね。まあちょっといろいろあってね、まあ、やってないですけど。はい。ね。まあ、これね、プロレスファンは嬉しいんですけど、はい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 、アイドルファンからしたらね、ちょっと白目向いちゃったんですけど大丈夫ですか？イエフが、イエフが白目向いちゃった。夢に出そう。夢に出そうな絵になったんですけど、はい、この弓矢型みたいなんですね。なるほど。まあね、アイドルファンからしたら怪我でもされたらたまったんじゃないですからね。微妙だと思います。それはありますもんね。はい。お、これもやるんですよ。これバックエルボーからの。ああ、無刀、ね、無刀張りですね。クラッシャーね。はい。なんかね、どっかで見たことあるようなのをよくやるんですね。ああ、まあそこら辺がちょっとね、プロレスファンならではなんでしょうけどね。まあ、なんか多分ですよ、他のレスラーは、はい、WIP のね、はい、他の AKB が演じてる選手は、はいはいはい、多分ね、ミラノさんとかが指導してるんです。なるほど。だけどこのね、ハリウッドジュリナは、うん、ガチでプロレスが好きだから、はい、多分自分でね、やりたい技とか提案とかしちゃうんだろうな。それがね、こういうしょっぱい。言葉がね、言葉を選ばない、はい。あ、すいません。ですけどね。そうな、プロレスってね、詰め込むだけじゃね、ね、なかなかいいですよ、ならないのね。これは。本人はね、超えられませんからね。お、これちゃんとね、EF がこうやってね、基本に忠実なところもあるんですよ。なるほど。お店歩き、もうギリギリのね、すごい危なかった。そうですね。かすってましたね、なんとか。足先がね、足先が伸びてる靴履いて出ました。はい。で、まあ見どころは、もう散々やってて見どころもクソもないですやり返したじゃないですか、ブルドッキングですよ。そうですね、これ師匠譲りの。ねえ。ね、技なんです。はい。はい。まあ、イエフ、ちょっとね、まだ、若いというか。そうですね。キャリアが浅いので。はい、まあね、ハリウッドジュリナもね、まだ若いですけどね。ねあ、これがね、必殺技のね、シーン入れって技なんですけど、まあ、普通に避けられちゃいましたね。ああ、まあね。はい。そして、ハリウッドジュリナの、この、あまり効かないスピア。ああ、わーおーって。そしてね、吠えるんですわーって吠えるんです空向いてね、わかりやすく。そうですね。はい。ね、水面蹴りじゃないですか。そう、これやるんです。水面蹴りからのテキサスクローバー。橋本さんから棚橋ですか？そうです。これは忠実に再現した。でもね、理にかなって、ね。まあそうですね。足足ですから。足足でね。はい。これね、顔がね、ちょうどね。ちょうど少年 A みたいになってますけどね。はじめは、軽い気持ちだったんですけど、みたいになっちゃう。そうですね。ロープでね、ちょうど軽いじゃないですか。はい。お、これはね、アイスブレイクという、まあ、得意技ですね。あ、そうなんですね。得意技、つなぎの技って言うんですよ、ね。うん、うん、うん。はい。必殺技に行く前の。なるほど。得意技です。これはレインメーカーポーズ。あー、来ましたね。あれですね、細い子がやるとちょっと変に、赤っぽく見えちゃう。そうですね。レインメーカー、でも狙ってます、狙ってます。ハリウッドジュリナのレインメーカーはブローイングジュリナ。ああ、よかった、受けた。これすごい。
蹴りの連打。そうですね。これはね、うまいこと編集しました。うまいことね、うん、音声も入れてるからね、分かりづらかったですよ。そうですね、あの音の切り替わりがね、はい、うまく隠してます。ハイキック。はい。カウントは、どうだ。うわダメですね。惜しい。まあね、なんだかんだ言ってね、あの、プロレスをし教わってますけど、蹴りの方が得意ですから。そうですね。こうやってね、蹴りで行くのはいいですよ。いいですよ、今の。いいですよ、今の。ね、扇風脚いいですよ。はい。これ行くんじゃないですか。行きますよ、これは。カウントは、はい、トゥー、トゥー。こっからです。そうですね。これが必殺技です。お星の夜と書いて深夜です。かっこいい。ちょっとロマンティックな、ロマンティックな、ね、技名になってます。決まりましたね。これカウント3でしょう。いや、まだこれはですか。カウントは 2.999 これ ね、 そうですね、あのね、溜めすぎてね、決まっちゃうかと思ってますちょっとドキドキしちゃいました。冷や汗かいちゃいましたさあ、もう技ないですけど、何かね、大技に期待したい。そうですね。ではブレンバスターの体勢から 何を出す。おーっと、ジュリナが体勢を入れ替えて後方からブローイングジュリナ、決まった。まあ、これでも決まるんですけど、まだ決めないですね。そうですね。狙ってます。これは、シュートサイン。おー、来ますよ。局面1なんでね。はい。はい。背後を取って、ゆっくり背後を取って。これは、ハリウッド式デスティーノ。あーはい、カウントは、これは決まるでしょう。スリー。あー、惜しかったですね。そうですね、大健闘でしたね。はい。